なんだ、町のビジョンが一斉に消えた。こいつは都市コンピュータの荒はばきがシャットダウンしたな。都市機能を制御している荒はばきが停止すれば町の機能も停止するってわけか。分かっていたことだが、コンピュータの装飾が消えると何とも味気ない風景だね。ベルペッパーはいつもこんな風景を見ているのか。ベルペッパー？ピーマンのこと？無能力者のことよ。能力がないから頭の中身が空っぽだってことさ。くだらない差別用語だ。シデンの言う通りだ。すまないね、良くない言葉だった。都市機能は一般人、能力者の使用を想定して作られているからね。無能力者には生きづらい時代だ。今や人類のほとんどが何らかの能力を持っているのが普通だからね。でも荒はばきが何もなくシャットダウンすることは考えられないわ。カレンはセイラン氏と結託して反乱を目論んでいた。なら当然荒はばきは邪魔だろう。もうすぐシェルターです。まったく冗談じゃない。まさか街中で例の実験を行ったんじゃないだろうな。そんなはずは。だったらなぜ街中に怪異が現れるんだ。都市機能が麻痺したのもそのせいなんじゃないのか。待ちなさい。なんだ君は。怪罰軍。あなたに用はない。おい重ね。例の実験って何？人間を怪異に変える実験のこと。そうなのね。未来のユイトが言っていた通りなんだわ。議員から離れろ。まさかお前たちも反乱勢力か。お前たちもとはどういうことですか。この先の通りで超能力者に襲われたんだ。このタイミングで評議会の人間を襲うなんて反乱分子以外に考えられないだろう。待て、襲われたのは君たちだけか。いや、他の議員もスメラギ議長も襲われた。みんなチリジリに逃げたが。そいつらを捕まえていて、開花実験について聞かなきゃいけない。おい重ね、待て。この先にスメラギ議長がいるなら開花のことを聞けるかもしれない。それにここで議長が死ななければ滅亡の未来が遠ざかるかも。Come on.
スメラゲ議長。そうだ、海抜軍が、あれはトゲツ。この傷はもう。待って、死なないで。ニューヒムカは人間を怪異に変えることができるの。それは言えない。私は本気よ、答えて。どの道、私はもう重ね。ゆいと。父さん。カサネ、大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！結局、私が殺したと思われる。だけどあの未来は私がいなかったから起きたはず。ここには私がいる。あの未来へは進ませない。ユイト、あなたには死んでもらう。はあ？何を言ってるのよ、カサネ。それがあなたとの約束。覚悟。何言ってんだよ、カサネ。分からなくていいわ。死になさい。カサネ、落ち着いて。払わせたのよ。本気でユイトを殺すつもりなのか。お前、応答しろ。話でも何でも聞け。今は父さんが心配なんだ。やめてくれ。議長はもう、いえ、余計なことは考えない。今はユイトを殺すことだけに集中するのよ。私はきっと議長暗殺犯として追われることになる。今を逃したらもう次はないかもしれない。仕切り直した。やるしかないのか。一体何を考えてるんだよ、カサネ。そう簡単にやられてはくれないわね。このままじゃ拉致が開かない。ブレインフィールド、あれなら確実にユイと。そうできるはずだわ。やるのよ、今。私はお姉ちゃんを助けるためにこの世界を守りたい。そのためにこの手を汚す。これで確実に仕留めてみせる。
死ね死ね死ね。ひどい気分だわ。自分が保てなくなるような。これがブレインフィールド。重ね。ユイト、ごめんなさい。私を恨んでくれて構わないわ。まだ息があるわね。今とどめを刺してあげるわ。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは、重ねが父さんを刺したのか。なんだ。そして全てから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバース。ニューヒムカの管理政治を否定し、目覚めた者だ。私と同志たちは、志を同じくする青蘭氏と共に歩む決意をした。このままだと捕まるぞ。逃げるなら、そっと試練たちに合流しろ。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ、利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し、狂わせ、自らの手駒とし、従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待ってくれ。目覚めよ、ニューヒムカの民よ。セーランは人間の自由意志を守り、人間が真に人間らしく生きるための環境を提示する。そしてその場を守ることを約束する。我らと共に歩む者に資格はいらない。私はセーランの前線に立ち、人類を管理し、一部の人間だけが利権を得る統制社会に反旗を翻した。これからはセーランを我が故郷とし、ニューヒムカの体制を打破するのだ。これから始まるのは、隠蔽されていた支配からの脱却、革命戦争である。目覚めし者、目覚めようとする者よ、私のもとへ、セーランのもとへ集え。共にニューヒムカの体制を打ち滅ぼそうではないか。カゲロ、どういうつもりでスメラギ議長を刺したの。何？
こっちも聞きたいね。どうしてユイトを殺そうとした？頼まれたからよ。なら俺と同じだ。俺の雇い主がニューヒムカの暴走を止めるために評議会議長を暗殺しろと命じてきた。誰かに暗殺犯の汚名を着てもらうつもりでいたが、俺の蒔絵に食いついたのがまさかお前らだったとはな。悪かったよ。だからって俺が真犯人だと名乗り出るつもりもないけどな。カゲロウ、君は確か渡月の出身だったね。渡月教の伝道者だったとか。まさか渡月に依頼されたのか。渡月とは縁を切ってる。っていうかこの段階で議長の命を狙う勢力なんて一つしかねえだろうよ。セイラン側からの依頼ということね。今はそれで十分よ。それよりここで話し込んでいるとユイトたちに追いつかれるわ。とりあえずビジョン街まで逃げるわよ。話はその後にしましょう。いいわね。了解。カゲロ、透明化で逃げようとしても無駄よ。私があなたを捕まえておくから。さすが強化隊長、おとなしくしますよ。カサネちゃん、悪かったな。泥をかぶせちまって。狙ってはめたわけじゃないんだぜ、マジで。そんなことより、なぜスメラギ議長の暗殺役があなたなの？渡月出身者をセイランが信用するなんて。依頼された側の俺に聞かれても困るけど、俺の超能力が暗殺向きだからかね。まさか我々が反乱軍になるとは思わなかった。つくづく人生とはままならないものだよ。本当ね。私も、もういっそ、グレ教にな。やっと見つけたぞ、カサネ。カレン！試練か。カサネを引き止めておけなかったばかりか。金魚の糞のようについて回っているとはな。これが、あなたの言っていた反乱なのか。そうだ。ニューヒムカは管理社会を構築するだけに飽き足らず、禁忌の研究に手を出した。人間を怪異に変える研究。奴らはより優れた超能力者を作り出す研究を行い、その過程で生物の怪異化という実験にたどり着いた。俺は怪異化を生み出したニューヒムカ政府を潰す。海抜群の半数は俺と共に来ると言っている。お前たちもセイラン市へ来い。ま、俺はその方が好都合だな。お前は何者だ、カゲロウ。そいつはどういう意味かな、年隊長。お互い腹に一物あるということか。俺の邪魔をしなければ構わん。昔と同じようにな。何？あなたたち昔からの知り合いなの？いや、まあ。で、そちらさんたちはどうするのよ？僕は最初からセイラン市に着くつもりだった。カレン、連隊長のことは正直腹が立つが、ニューヒムカ政府のやり口は好きになれないからな。私も行かせてもらおう。何、単なる気まぐれさ。カサネ、あなたはどうするの？ナオミを怪異にしたのはニューヒムカ政府なの？そうだ。ナオミはセイランにいるのよね？ナオミを助けてくれるのよね？最善は尽くす。わかった。それなら私もセイランへ行くわ。
やれやれ、これで俺らもう周防には戻れないな。ま、しゃあないけどよ。一番戻れない立場なのはカゲロウだろう。スメラギ議長を暗殺したのは君なんだから。まあな、俺様はお尋ね者、シデンはセイラン出身のインテリ君。なんだその言い方は。インテリで悪いのか。悪かった悪かった。で、嵐はあれだろ、どうせカレン連隊長の動きが気になるんだろ。吹雪連隊長に迷惑をかけないかどうかって。私はそこまで弟思いじゃないさ。ま、そういうことにしておいてもいいけどな。で、京香様はどうしてセイランにつくの。まさかカレンファンってことはないでしょうよ。あら、私がカレン連隊長のファンじゃおかしいかしら。吹雪連隊長の方が好みっぽいけど。もうカゲロウったら、私が好みのタイプかどうかで自分の考えを変えるような人間だとでも思っているの。私みたいに海抜軍の指揮を取る立場にいると、政府の不審な動きは嫌でも目に入るわ。まして人間を怪異に変える研究をしているなんて許せない。ま、そこだよな。結局カレン連隊長には海抜軍の半数がついてきたって話だぜ。みんな政府に不信感抱いてたんだろうな。カレン連隊長の人望もあるんだろうけどよ。そうなの。何にしても海抜軍は再編成されるでしょうね。私たちもセーランに行ったら今とは違う編成になるかもしれない。そうだ、そういえばこれからこのアジトはどうなるのかな。このユニットはランドール家の持ち物なんだろう。このまま使い続けても問題ないはずよ。ランドール家には使用していないユニットがたくさんあるの。そもそもこのユニットを使うことも向こうには知らせていないから。おっと、無断借用だったのか。まあでも今後も使えるというなら使わせてもらおう。休める場所があるというのはありがたいことだからね。セイランに行けばお姉ちゃんに会える。待ってて、お姉ちゃん。